久保さん。まあ、ほとんどの人がやる前に諦めてますよね。だから山本太郎さんのいいところって、諦めたら狂犬ですかねなんか狂犬みたいなね。噛みつく奴がいて、いたら、いないとダメなんじゃないかみたいなね。なんか言ってましたけど。うん。ただそういうところが、まあ、その心打たれてるところがあるんじゃないかなと思いますね。僕自身も、なんだ。この少ない再生数であの叫んでますよ。狂犬ですね。 そう久保さんは最近、まあ、あのアクセスちょっと来てますけどね僕は相変わらずあの100程度ですね100以下とか <laughs> まあそれでやってますから、うん、だからね、まあ、僕が東京であの辞める時ね六本木のなんかバーベキューだったかななんか焼肉だったかななんかその時にね言われましたよ まあ、あの吉谷のコンサル受けたいんだったら受けてあげてくれみたいなまあ再生数100程度だけどみたいなね <laughs> まあ100程度で何ができるんだみたいなねまあ、まあ、まあ露骨にまあがっつり言われなかったですけどさらっと言われてクソっていうでもそれは僕の,あのこれでもやったるぞみたいなね、うん、あの火を起こしてくれた。 一つのフレーズで、まあ一生忘れることはないですけどね。あの、皮肉を、皮肉っぽくか、ちょっと言われましたんで。<laughs> まあそれはそうですよね。100程度で何ができるんだっていう。まあ一般的にそうですよね。まあそもそも昔は、あの、ね、リストをいっぱい取って、まあ広告をかけてやったりとかしてましたから、この少ない再生数で何ができるんだと。うん、まあそう、みんな思うだろうし、思われるだろうし、うん だけど、ま、7年やってますから、まあ、これが10年、20年、30年続けば、いや、100再生、100再生、YouTube の再生数100再生で30年ビジネスやりましたっていう。これすごくないですかそしたら。ある意味伝説だと思うんですけどね。<laughs> 100再生で10人生きてます、みたいな。<laughs> 100再生で月収100万稼いで10人生きてます。結構すごくないですかうん、いってらっしゃい。